今回ののテーーーマは暗黒宇宙をを探すする新型衛星ユークリッド圧巻のデータを初公開です2024年5月23日欧州宇宙機関はユークリッドの最初の科学成果とデータを公開しました全部で17フィールドのデータが公開されておりそのデータを使った科学成果が15編の論文としてまとめられています 最初の科学成果とデータの公開に合わせて、5つのフィールドの画像も公開されています。実際にデータも公開されていますので、データに触りつつ、公開された画像も見てみましょう。ユークリッドは、欧州宇宙機関が中心となり開発した宇宙望遠鏡です。2023年7月1日に、にアメリカののススペー X 社のファルコン9により打ち上げられました。 ユークリッドは、当初、ロシアのソユーズロケットで打ち上げる予定でしたが、ロシアがウクライナに侵攻したことにより、計画が変更され、アメリカのロケットが使われましたユークリッドは、打ち上げから4週間かけ、地球からおおよそ150万キロ離れた太陽と地球のラグランジュ点 L2 を周回する軌道に投入されました。 L2 を周回すするる軌道に投入されることが多くなっています例えば画期的な発見をしているジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や外野衛星が挙げられます同じ L2 ですがそれぞれ独自の軌道を持ちますユークリッドは光景が1 2メートルの望遠鏡に可視光と赤外線の観測装置を取り付けて宇宙の3分の1の領域を サーベイ観測します。我々の銀河系を避け、遠方宇宙を探査するため、観測する領域が限られます。左の図は、前点を示しており、白く見えているのが、我々の銀河です。青の線で囲まれたところが、ユークリッドが、サーベイ観測する領域です。望遠鏡自体は、NASA の最新鋭のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡と比べると、小型に感じるかもしれませんが、 宇宙の暗黒サイドに特化した観測を行いますつまりダークマターとダークエネルギーの謎の解明に挑みますこのような広い天域の観測はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡では行うことができませんおおよそ138億年前ビッグバンが起こりましたそれは空間と時間の始まりというだけでなく現在の宇宙を構成するすべての物質の始まりです 最初はほぼ一点に集中していたものが途方もない速度で膨張し物質がほぼ均一に分布した巨大なガスの雲となりましたその後宇宙は膨張を続けその間に空間はますます空っぽになり物質のない大きな穴がありその間には数千もの銀河が小さな空間に集まっている銀河団などの宇宙大規模構造が出来上がりました 近傍宇宙を見た場合は銀河の分布は一様ではなく銀河が密集している銀河団や銀河団同士を結ぶ線のような構造フィラメントなどの宇宙大規模構造が確認されていますまた宇宙マイクロ波背景放射の観測により宇宙が誕生した頃の組成はダークエネルギーが68%ダークマターが27%通常の物質 バリオンが5ほどであることが分かってきてきいますこのような観測から、冷たいダークマターと宇宙光による宇宙の標準モデルが確立しました。宇宙論パラメータをパーセントレベルで測定できる精密な宇宙論の時代が到来する一方で、宇宙の95%を占めるダークマターとダークエネルギーの素性は謎のままです。光で直接観測することが難しいダークマターや ダークエネルギーの性質を調べる方法の一つは、重力レンズ効果を使う方法です。特に、宇宙の大規模構造が作る重力レンズ効果、コズミックシェアを測定できると、広大に広がるダークマターの分布を調べることができ、宇宙の進化の過程がわかります。まず、重力レンズをおさらいしておきましょう。重力レンズは アインシュタインの一般相対性理論で説明される現象です。銀河や銀河団などの質量を持つ天体があると、その影響で時空がゆがみます。背景の天体からの光は、ゆがんだ時空を通過することにより、電磁波の進む経路が変わります。この結果、重力レンズ効果として観測されます。例えば、強い重力レンズ効果は、ダークマターが支配的な銀河団などで、 こののの画像像ようにに観測されていいいます背景にある遠い銀河の像が強い重力レンズ効果で円弧状に見えていますレンズ効果という名前の通り、重力レンズ効果は形と明るさのみを変えます。その効果の強さは、背景天体、レンズ天体と観測者の距離を含めた位置関係とレンズ天体の質量分布によります。レンズ天体の質量が大きく、背景からの光が、 レンズの近くくを通過すすると強く見えますただしこのレンズ効果は質量があれば良いので宇宙に広大に広がっているとされるダークマターによっても作られ弱いレンズ効果と呼ばれますダークマターを主成分とする宇宙のすべての物質の3次元分布を測定できれば宇宙の構造が時間とともに成長する様子を調べられます 宇宙の構造の成長の歴史は、ダークマターとダークエネルギーの性質を探る鍵です。ダークマターは、自身の重力によって、星の原料となるガスを集め、銀河を形成します。つまり、構造の成長を促す役目を果たします。一方、ダークエネルギーは、宇宙の膨張を加速させ、構造の成長を妨げようとします。そのため、宇宙の構造形成は、 この2つのつダーク成分のバランスによりますダークマターの3次元マップを作成するためには宇宙大規模構造が作る弱い重力レンズ効果コズミックシェアを測定します宇宙の大規模構造を銀河の分布で見た場合このような図になります明るく輝いている場所は銀河が集中しており銀河団として分類されていますこのような場所では 重力レンズ効果が強くなりますが大規模構造では銀河が密集していない複雑な構造の部分も観測する必要がありますこのような複雑な構造に沿ってダークマターも存在しているとするとその背景にある銀河からの光は非常にわずかですが歪んで見えますこのわずかな歪みを一つ一つの銀河で測定できればダークマターの分布がわかるのですが 銀河の元々の形は様々あるため重力レンズ効果によって歪んだのかそれとも元の形なのか判別がつきませんそこで同じ方向にある銀河をたくさん観測することで組織的な歪みを測定しますこの組織的な歪みをコズミックシェアと言いますこのコズミックシェアと呼ばれる歪みは非常にわずかで大規模構造が作るシェアの大きさはわずか数パーセントほどです 一つの方向の値を測りたい場合は100個以上の銀河を観測する必要がありますつまり宇宙全体を測定するためには非常にたくさんの銀河の観測が必要になりますこのコズミックシェアを測定するためには銀河の形とその距離の測定が必要になりますそのためユークリッドでは1.2メートルの望遠鏡に 可視光と赤外線装置の二つが搭載されています。可視光のカメラで銀河の形を測定し、赤外線のカメラで距離の推定を行います。実際に光学系を見ると、このようになります。ダイクロイック光学系を使うことで、望遠鏡で集めた光を赤外線と可視光に分けて、二つの装置で同時に記録します。装置を見ると、このようになります。 可視光のカメラが下に見えています青く見えるセンサーが印象的です開発を担当したエアバスのエンジニアと比較するとカメラが大きいことがわかります赤外線を観測する装置は左に見えていますが断熱シートに覆われておりその詳細を見ることができませんユークリッドでは銀河の形を測定することに重きを置いているため 観測できるフィルターの数が2つの装置を合わせても4つに限られています。特に銀河の形を測定する可視光の観測では、フィルターは1枚のみで、通常の天文学の観測で使われる標準フィルター3枚分の波長幅を持ちます。R プラス I プラス Z と書かれている部分です。また銀河の距離を測るために、2つのグリズムと呼ばれる分散素子が、 赤外線カメラに搭載されておりスペクトルを取得できるようにしてありますユークリッドの最大の利点は地球の大気から離れた宇宙空間で観測することで大気の影響を受けることなく銀河の形を精密に測れることです地上でもスバル望遠鏡やダークエネルギーサーベイプロジェクトなどで観測が進められていますが地球の大気の影響を受けます 地球の大気は、このように画像の形を歪め、天体の形がぼやけてしまいます。保証工学という技術でシャープな画像を撮れるようになりつつありますが、この効果が得られるのは、観測する視野の一部に限られており、広い領域を観測できるまでには至っていません。また、地球からの観測では、観測する日ごとに大気の状態が変わり、均一の質のデータを取得する効率が悪くなります。 データの質が均一でないと、銀河の形を系統的に測ることが難しくなり、最終的な結果に誤差が含まれることになります。ユークリッドでは、2つある装置のうち、可視光カメラで取得した画像から、銀河の形状を測定します。この可視光カメラは、36個の CCD 素子を並べ、1回の観測で0.5平方度の視野を観測します。 光景は1.2メートルと小さいものの大気の影響を受けることがないためシャープで均一の質の画像を得ることができます次に赤外線装置に注目しましょう近赤外線の装置では銀河の距離の推定を行います衛星の規模が限られているためユークリッドではすべての必要な観測を行うのではなく 地球大気の吸収の影響を受けやすい赤外線の観測に重きを置いています近赤外線の3つのフィルターで撮像することで天文学の経験則を用いて10億を超える銀河の大まかな赤方偏移を推定しますまたスリットレス分光機能を使い100万個ほどの銀河の正確な赤方偏移の測定も行えますこの数でも膨大に感じますが 暗黒物質の3次元マップを正確に作るためにはデータが不足していますあらゆる場所に存在する銀河の赤方変異を推定するためにはさらに多数のフィルターで取得したデータが必要になります天文学の経験則を用いた赤方変異の推定方法では銀河が持つ特徴的なスペクトルを探しますそのためたくさんのフィルターで画像を取得できているほど 推定の正確性が高くなりますそこでハワイにあるスバル望遠鏡や CFHT などの格子や撮像カメラを用いてさまざまなフィルターを用いた強調観測も計画されていますこの協調観測で得られたデータと合わせると天文学的な経験則を用いた赤方変移の推定が精度よく行えるようになります。 このような2種類の観測装置で取得された合計17の領域のデータが2024年5月23日に公開されましたオリジナルのデータに加えて5つのフィールドの画像も公開されていますここではオリジナルのデータに触りつつ公開された画像も見てみましょうまずは a ーベル2 3 9 0と呼ばれる ペガスス座の方向に27億光年離れた銀河団ですユークリッドの最大の目的を達成するには数多くの銀河を観測する必要があるため銀河団のように銀河が密集している領域の観測は重要になりますこの画像は可視光のカメラと赤外線の2つのフィルターで取得されたデータを元に作られた画像です 公開されたデータを使い、可視光と赤外線を分けて画像を作るとこのようになります。左が可視光で、右が赤外線の3つのフィルターで取得されたデータを3色合成したものです。複数の銀河団のデータが公開されているので、別の天体も見てみましょう。この画像はエーベルに764の領域のものです。公式に発表された画像は、 可視光のカメラと赤外線の二つのフィルターで取得されたデータを元に作られています公開されているデータを使い可視光と赤外線を分けて画像を作るとこのようになります左が可視光で右が赤外線の三つのフィルターで取得されたデータを三色合成したものです 中心付近を拡大するとこのようになります可視光の画像の方が解像度が良いことがわかりますユークリッドでは可視光の画像で銀河の形を測り赤外線のデータを加えることで距離の推定を行うことを目的としていますから狙い通りのデータの取得が行えていることがうかがえますこの画像はペルセウス座の方向に 地球から2 2200億 2, 万光年離れた銀河団です公開されているデータを使い、可視光と赤外線の画像を作成しています。左が可視光で、右が赤外線の3つのフィルターで取得されたデータを3色合成したものです。この銀河団の中心部に存在するブラックホールは、宇宙で最も低い音を放っています。画像をを拡大すると銀河団を構成するると銀銀河河団構成の 形が明確に見えてきます次に公開されたドレード銀河群の画像を見るとこのようになりますカジキ座に位置し地球から6200万光年の距離にあります銀河が進化し合体する様子を捉え美しい長石雄が見られますこの銀河群は先ほどの銀河団よりも若く その構成する銀河のいくつかはまだ星を形成しており、お互いに作用している段階にあります銀河の集合体だけではなく、個々の銀河の画像も公開されています金棒の銀河の NGC6744 は、棒渦巻銀河と渦巻銀河の中間型の銀河です。クジャクザの方角にあり 銀河系から3000万光年離れています公式に発表された画像では可視光のカメラと赤外線の2つのフィルターで取得されたデータを元に作られていますこちらは公開されたデータを使い可視光と赤外線に分けて画像を作成しています左が可視光で 右が赤外線の3つのフィルターで取得されたデータを3色合成したものです非常に高い解像度で画像が得られていることからハッブル宇宙望遠鏡などのデータと比較したくなりますハッブル宇宙望遠鏡のデータと比較するとこのようになります視野の大きさの違いが際立ちます左がユークリッドの赤外線画像で右が ハッブル宇宙望遠鏡の視野に合わせると、このようになります。赤外線と紫外線と波長が異なるため、見えている天体の成分が異なりますが、ハッブル宇宙望遠鏡とも匹敵するような高い解像度で画像が得られています。ユークリッドの最大の目的であるダークエネルギーを探査するためには、広い視野を高い解像度で観測する必要があります。 このように比較すると、ユークリッドの威力が感じられます。いくつか別の銀河も見てみましょう。こちらは、公開データを元に作成した IC342 の可視光と赤外線の画像です。両剣座に位置する中間渦巻き銀河であり、天の川銀河に比較的近い位置にあります。その大きさと実際の明るさにもかかわらず、 天の川銀河の塵の多い領域の背後に位置するため、観測が困難であり、隠れた銀河というあだ名が付けられています。こちらは、公開データを元に作成した IC10 の可視光と赤外線の画像です。カシオペア座に位置する不規則銀河です。天の川銀河を含む局所銀河群に属していることが確認されています。 球状星団と間違いそうな様相をしていますが、新しい星が活発に作られているスターバースト銀河に分類されています。直径が5000光年とかなり小さいですが、金属量がショーマゼラン星雲よりも高いことから、星形成の活動が長く続いていることを示しています。すユークリッドが観測した球状星団のの画像を作成すると、このようになります。 NGC6254 はヘビ使い座にある球状星団で地球から1万4300光年離れています複数のセンサーで観測し画像を作っているためセンサーのギャップが白い四角で残っています観測が進むとこのようなギャップは消えていきますもう一つ球状星団を見てみましょうこちらは 公開データをもとに作成した NGC6397 の可視光と赤外線画像です。サイダン座の方角にある球状星団で、地球からの距離は7800光年で、メッシエ4と並んで地球に最も近い球状星団の一つです。おおよそ40万個の恒星を含み、非常に暗い夜空では、裸眼でも見ることができるとされています。この天体は NASA の最新鋭のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡でも観測されていますジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測では褐色矮星を同定し宇宙年齢に制限をつけていますそれぞれのデータを同じ画角で並べるとこのようになりますユークリッドの画像が圧倒的に広いことがわかります画角をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の画像に合わせると このようになります解像度を比べるために球状星団の背後にある銀河を拡大するとこのようになりますジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は圧倒的な解像力を持ちますがそれに匹敵するような画像を得られていることがわかります 次に星雲の画像も見てみましょうこちらは公式に公開されたメッシエ78の画像ですオリオン座の方向に1300光年離れた星形成領域です赤外線で観測していることからガスと塵の複雑な構造を捉えています木星の数倍ほどの重さを持つ褐色矮星や自由浮遊惑星も数多く捉えられています この視野だけで30万個以上の新しい天体が発見されています。公開画像を使い、可視光と赤外線に分けて画像を作るとこのようになります。左が可視光、右が赤外線の画像です。可視光の画像では、地理により天体が隠されてしまいますが、赤外線では、 数多くの天体が見て取れます。バーナード30の画像も見てみましょう。公開データを元に作成した画像です。右が可視光、左が近赤外線の三色合成画像です。バーナード30はオリオン座ラムダ星の北側、オリオン座の頭に当たる部分に位置しています。 地球からは1300光年ほど離れたところにある星形成領域です。先ほどのメッシエ78と同じように可視光の画像では、塵により天体が隠されてしまいますが、赤外線では数多くの天体が見て取れます。ただし、広がった星雲に渦漏れている天体を見つけることは難しくなります。そのため、渦漏れた天体を効率よく検出するための画像処理も行われています。 その特殊な処理をされた画像も公開されています実際にデータを見るとこのようになります右が通常の赤外線画像です左が星雲などの広がった天体の情報を差し引いて作成された画像です広がった星雲がありませんから点に映る恒星や褐色矮星自由浮遊惑星を簡単に特定することが可能と なります最後に罵倒星雲の画像を見てみましょうこれまでと同じように左が可視光右が赤外線の画像ですジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の中間赤外線カメラのデータと比較するとこのようになります圧倒的に広い視野が際立ちます 画角を、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡のデータに合わせると、このようになります。ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の解像度が際立ちますが、見劣りしない画像が得られていることがわかります。このバト星雲の領域でも、広がった星雲を取り除いた画像が、このように作成されています。 高い解像度と圧倒的に広い視野で観測することによりダークエネルギーの探査以外にもこれまで塵に隠されていた数多くの天体の発見も期待されますまだ打ち上げから1年も経たないユークリッド衛星ですが今回の初期成果の発表と公開されたデータを見るとその観測威力が発揮されていることが分かりました サーベイ観測が進むことでダークエネルギーの謎の解明が期待されます今後の進展が楽しみですねこの動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします